本日もバトルピラミッドの方挑戦していこうと思います。目標の100段まで残り93段ということで果てしないんですけど、やっていくわ。うん、一応リザルトの方はこんな感じですね。現在7段制覇、最高76段、えぐいてもうまい。まあ、いこうか。はい、やっていきます。本日のスターティングメンバーはこちらです。まあ、前回と変わらないですね。メシア、ダイヤ、タツニーということでやっていきましょう。まず大事なこと、もう何回も言わせてくれ。お、アイテムゲット。こだわりはじまきか。これさ、持たせてもいいかな。これ持たせてもらっていいですか。攻撃の威力が上がるが同じ技しか出せなくなるっていう技なんですけど、これメシアに持たせていいわ。これ出すわ。で、まずじゃあ何が出てくるのかって話やな。この野生のポケモン何が出てくるんでしょうか。ロゼリアか。いいやん、ロゼリア。じゃあロゼリアが出てきたっちゅうことは、まあ、毒タイプ、毒虫っていうこと、虫じゃない、毒草やな。最後ミネスで一撃でしょ。いや、冷凍ビーム、いや、最後ミネスやな。最近で一発で持って、まあ、でもこれ、レビーでも持っていけた。じゃあ、なんで、こだわり8枚もつけてるからさ、絶対持っていけるよな。まあ、どっちでも、まあ、PP 温存したいっていう気持ちはあんねんけど、お、めっちゃうまい、これ。食べ残し持たせますか、じゃあ。誰持たせよっかな、食べ残しは。ここに来ていっぱい持たせるアイテムいっぱい来たぞ。タツニでいっか。おそらく、毒タイプっちゅうことは、あ、でも、メタグロス上手かったかな。まあ、いっか。はい、トレーナーがいるんで、無視していきましょう。お、また来た。やばいっぱい来る。嬉しい。すごいすごい。食べ残し2個はでかくない。まあ、できれば先生の爪とか欲しいかなと思ったんですけど、こいつなんかずっと上向いてる。やば、これは怖い怖い怖い。トレーナーと接敵したくないよ。ポケモンはもうなんとか、レイビで倒せるかこれ。ゴクリンか。いや、さすがにちょっと最近ねやな。めんどくさい、これは。ちょっと、もうやめてっつってんの、そういうことすんの。2連守してくる、どうせ。お、してこんかった。最近の PP が怖いんですよね。だからあまり使いすぎるのも良くないかなとは思うけど、使わざるを得ないこの状況をどうにか打破したい。PPA だとか押してんのかな。前回はね、PPA だとか使う、なんか全然使わなくてもいけたんですよね。まんべんなくガンガンわざ打ちまくってたらいけたんですけど、逃げれんちゃうと思うけどな。あかん。逃げた時の、逃げられなかった時のリスクがでかすぎるから、それはいかんな。しっかり倒していこう。めんどくさいけど、めんどくさがらずにやっていこうか。それが、ゴールでの近道だ。トレーナーとは接敵したくない。ゴクリンばっか出てくる。うぜえ。この顔なんか、張り倒したくなってくる、この顔。ゴクリンの顔ってムカつけますよね。守る撃ってくん、だから守るばっか撃ってくるから、なんか、これ何してくんやろうな。わざわ。レビド、こだわってた。しかもこれこだわってた時にさ、もし技の PP 切れたら悪あがきしちゃうからな。最悪。ちょっと使い勝手悪いな。しゃあないか。PP なくなるまで使い続けるわ。もしなんかあったら別に、メタグラスとかね、交換すれば毒技無効化できるんで。そう、まあ、臨機応変に対応していくわ。アイテムはもうない感じか。結構拾ったもんね。あとは階段探すのみ。どこにあんだよ。あそう。はあ、なんじゃ。ファーストバウト、いきます。まだ2周目やからな、言うて。まだ進化前ポケモン使ってんじゃん。ヘルシアンか。ノーマルやめてほしいねんな。ノーマルやめてってよ、ちょっと、おばちゃん。てか、もうこだわりはちまき使ってもうた以上、もう持たせてもらった以上、もう瞑想つまれへんからね。じゃあ、最近寝て。うせえ、マジだる。でどうせこれさ、いや、まあ、いっか、別に使おう。なんか、冷凍ビームとかね、確定にやつで持ってけんやったら、そっちの方がいいかなと思ったんですけど、しゃあないっすね。いや、最近でこのダメージやったら、何？これ攻撃技しかできないんですか。最近でこのダメージやったら、多分冷凍ビーム持っていけてないから、まあ、ええか、これは。結果オーライやな。ノーマルタイプが一番だるいんですよね。PB、だいぶ、大丈夫か、PB。お、場所教えろ。出口は左。さっき通ったけどね。クリティカッター。まあ、これも要所要所使っていくか。お、めっちゃアイテム落ちてるやん。めっちゃアイテム落ちてる。ヒメリ。ヒメリってなんだっけ？うわ。トレーナーはやめて。
あぶねえ、お前、こっち向くな。左通ったぞ、俺。通ってきたけどね、左は。あー、もう最悪。まあ、セカンドバウト、いきます。ちょっと階段が見当たらんな。ハスブレロは、水草か。水草っちゅうことは、何が食らうんでしょうね。もう10万かな。うざいな、ほんとに。10万確定3発とかかな。一応でもこだわり8巻持ってるから、結構食らってくれんかな。最近でんのがよかったか。いや、もうしゃあない。これはちょっと PP 温存するっていう名目でいくわ。うん、どうせだってこれ有効じゃない。引くねー、いろいろ引いてくね。引くやん。まあ、こういう時にクリティカッターとかも使っていいかもね。めっちゃ食らうやん、ちょ、なんなんもう。ってもう。いけ、行ってくれ。くそ、お前余計なダメージ食らっとるって。やめて、ほんとに。結構食らう、救済でこれか。結構食らっちゃったね。まだ1回目やで。これ1回そう目やで。使いたくないな。すごい傷薬は。嫌やな。てかこれ絶対再起ねでよかったやん。PP もったいないっつってお前ダメージ食らってたら意味ないからね。本末戦闘やんけ。トレーナーあと1人やって。多分さっきの俺がスルーしたトレーナーやと思うけど。階段を教えてほしいんだよね。ロゼリア。ロゼリアか。これ、レービル倒せるやろ。一回殴っていい？ 7 回しか撃てんからって、これ。一回撃たせて、これ。これ、抜群が倒せるよな。しかも、こだわり8巻持ちやで、ほら。ロゼリアは、レートビームでいいや。以後使っていきます。あった！行こう。さあ、2回目。ちょっと遅れてんな。ハブネーク。まあ、毒ばっかか、この階層っていうのは。毒ばっか使ってくるやつおるから、まあ、でもこれは、最近ねやな。ハイブネークはさすがに一撃で持ってくるでしょ。あと何が出てきたっけな、この階層って。俺覚えてないんですよね。PP 管理だけほんましっかりして、それだけしっかりできたら、どうにでもなるとは思うんだが。いねえな。道具も回収したいところだけど、ちょっとね、階段ちょっと早く見つけようか。PP マックスナイス。えぐい。ちょっとここは通れへん。もうここは絶対通れへんわ。あっ！いけちゃいました。いけちゃいましたけど、ちょっとアイテムもったいないかなって気持ちはある。もっと取ればよかったかなって。多分あったよな。2個ぐらいあったんちゃうかなと思うけど。ルンパッパってお前毒でも何でもないやんけ。何してくんねや。ヘドバグとか打ってくんのか。これはちょっと厳しいな。こいつ何が抜群なんやろ。草、水でしょ。草、水って何が抜群なん。飛行か。飛行技。でも飛行技で倒せるとは思えへんねんな。でも倒しきらなあかんやろ、これ。逃げれへん。どうってた逃げれへん。これ逃げたあかん。逃げちゃダメだ。逃げちゃダメだ。無糖。はぁ、あ。PP なくなっちゃうって。まだしゃあない。二連守れええねん、お前。好きやな、ほんま、この、バトルファクトリーの人間じゃなくて、バトルフロンティアの人間は。どないなってんの、確率。三連守る？どういう確率、ほんま。確定2やつか。逃げていい？ちょっとこれ、なんかもう、気な臭いわ。てかさ、これメシア戦闘じゃない方がいいかもしれんな。マジ気な臭い。こいつら。まあ、ツバメ返しで一発で落ちるとはいえ。おっしゃナイス、あっぶね。モモンの実持ってたっけ、拾ってないよな。うわ、雨受け皿か。これ一発やろ。さすがに持ってくやろ。オッケー。ちょっとモモンの実俺拾ってないから、毒になったらマジまずいぞ。これさ、これさ、何やんだってほら。ボマンナに変えとく、これ、戦闘。さすがにメシアじゃあかんわ。毒タイプはでも自信打てばいいかな、いいから。まあ、ロゼリアとか、まあ、ロゼリアはあれか。火炎放射あるからいいか。
ここはちょっと、達人に頑張ってもらいます。ねえなぁ。アイテムも階段もないぞ。バタフリー、虫毒かな？こいつも毒、こいつ副属性に毒あったっけ？忘れちゃった。特性は確か副眼かな。バタフリーはツバメ返しかな。ツバメ返しで、これ虫タイプなんか神耐久なんですぐ持ってきますからね。こいつは別にええわ。ルンパッパがだるいな。ルンパッパ。ちゃんとツバメ返し一発で持っていけるんかどうかっていうのが不安でしゃあないな。なんかしょうもない技打ってくれる、どうせ。うん、バタフリーが出てくる分には全然いいかな。バタフリーちゃんが出てくる分には全然いい。そうそう、一応食べ残しも覚えてるんで、ちょっとぐらいのダメージやったら全然回復できるので、大丈夫ですね。さあ、アイテムもしくは階段、どちらかでも、お出てきてくれた。すごい傷がついてっかい。まだ俺、バトルファラクトリーじゃなくて、バトルピラミッド始まって以降、まだ一回も使ってんのちゃう。だいぶ温存できてるぞ。もう温存しまくればしまくるほど、後半有利になってくるからな。もうだって、アイテムでご利用せるし、お、出てきたけど、アイテムないかな、アイテム。行くか、行くか、しゃあない。これはもう、行くしかない。ほんまは探したかってんけど、ハブネイクとか、あとルンパッパとか、きな臭いから、こいつら戦う、ほんま、きな臭いわ、ほんとに。何やってるか分からんもん。で、地震で KO。倒すよな、さすがにな。一発やんな。残さんやろ。いけるやろ。よかった。オッケー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 。な、行くか。さあ、アイテム。4段目。アイテム、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 アイテム。あー、なんか階段すぐあった。なんか。でもなんか、ちょっとさ、元で散策した方が良かったんちゃうかなと俺は、心の中で思ってる。アイテム、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 アイテム。エアームド、まあ、火炎放射でいけるか。何してくんの、これ。よかった、でもほんま火炎放射覚えてて。鋼タイプやんな。鋼聞こえんな。まあ、これで一発でしょ。一発やんな。49レベルだった。オッケー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 。あともう、あれかな、めんどくさいポケモン出てけへんかな。ちょっと、タトニーが死んじゃうとまずいから、死なさんようなプレイングは心がけていきたいんですけど、まあ、あとはトレーナーと敵がなければいいんやけどな、クリティカッター。どっかで使いたいけど、まだ使う場面ではないか。まあ、ガンガン使っていいけどね、ほんとに。だって後半全然使わなかったもん、俺。余ったもん、余り散らかしたしな。おまたかい、もうええて。もうどうせこれ、いっぱいゲットしても捨てるはめなんねんからさ。いいよ、こんないっぱい。いっぱいおっぱい。あ、トレーナーが全然おらんやん。あ！最悪、もう絶対これは、避けれたでしょ。さあ、まあ、まだ全然、今回は、危険ってわけ、おー、チルト。危険ってわけじゃないから、チルトか。これ、飛行単体やんな。このところはドラゴン入ってないよね。飛行単体のポケモンに関しては、まあ、自信食らわない。まあ、ツバメ返し、うわ、ドラコンクロー。どっちにしよっかな。ドラクロか。ドラクロ、どっちかな、わからん。はい、だるいと。お前をじゃあ逆に永遠の眠りにつかしてやるよ。PP 的に、まあ、ドラゴンボールでいいか。起きてほしいな。何してくんねやろうな。突進か。寝てても食べ残し食うよな。大丈夫。この程度のダメージだったの食べたら、なんとかなるんで。起きてくれー！夢食い！え？当倍なんや。結構食らうやんけ。夢食いっていう技が。こんなん、初めてされたわ、夢食いなんて。倒して。いけるよな。オッケー。よっしゃ。メロディー。場所教えろ。4人もトレーナーおんのかよ。あーこれもう最悪。まあいいや。目の前に階段見つけたから。ザコ来い、ザコ。ニョロボン。格闘水タイプ。これは、でも、まあ冷凍ビームなんか覚えてるわけないか。力
かも威嚇で A 下げたんで、備え返しで一発でしょ。いや、一発は無理かな。二発かな。しゃあない、しゃあ、これしゃあない。ガンプ覚えてんのかよ。いや、ただ、攻撃下げたから。あー、下がっちゃった。いや、でもまだ勝ってるやろ。まだ素早さ勝ってると思うけどね。ニョロボンなんか遅いでしょ。負けてるー。ただ今一つ、地獄クラマってどういう効果やったっけ。ちょっと暗いすぎたなぁ。タツニーには死んでほしくないからちょっと。行くぞ。行こう。さあ、6段。6段目に来ましたが、最悪。だけどちょっとここでなぁ。ここでやられちゃったら元も子もないからなぁ。あと回復はマジで使いたくない。オムナイト、水、岩とかそんな感じかな。こいつは、まずいなぁ。言うことがないな、一個も。有効打がないし、自信でいけるか。食らうんかな、これ。一回やってみるか。食らう。水単体ってことだよね。だって絶対ほら、うん、食らうと思った。オッケー、来た。オッケー、オッケー、オッケー。いけるぞ。場所教えろ。トレーナー4人も俺もう、やめて、ほんと。多いのやめてほしい。あと、アイテムくれ。ちょっと、おっ、うわっ、罠か。チキショー。パールル、水単体ね。水のポケモンにちょっと強く出れへんの痛いな。いややな、ちょっとこれ。ほんまはね、メシア出したいとこなんですけど。でも、レイビーとかされる可能性があるから、ちょっと引くか。ワンチャン守るしてきそうなんか。何か分身。影分身やめてお前。回避上げてきやがった。まあ、これ10万でな。10万で一撃で。落とせるやろ。こだわり8万けだぞ。は?こいつ特防高いもしかして。パールの分際で。当たっていこう。よかったよかった。特防高いか。今度は進化前ポケモンの癖しやがって強いんや。こいつなんかあれやんね、ハンテールとか、サクラビスに進化しますよね。持ち物持たせて交換すると。EB エイド。さあ。おもうまた罠や。罠が至るところに仕掛けられてる。死んでもでき、死んでもできへん、ほんまに。疑心暗鬼になりそう。パッチールはノーマル出たよ、ここに来て。やめてほしいな、ノーマルは。一応 A 下げたんですけど、どうしようもだよな、こんなんな。かけんやつ、フラフラなす、バーッて混乱させられた。地味に痛いねんな、混乱って。混乱麻痺。俺が嫌いな状態以上の一つよ。頼む、ちょっとこの混乱乗り越えてくれ。混乱って何パーやったっけ ?20 パーやったっけ ?30 パー?めっちゃ回復するやん、こいつ。うわぁ。あかん、これちょっと変えよう。さすがにちょっと死なせるわけにはいかんやん。ピヨピヨパンチしてきたんな。これダイヤや。ダイヤ読んで、どうせピヨピヨパンチしてくる。今一つやろう。コメントパンチで一発で倒す。ピヨピヨすんなよ。オッケーオッケー。この程度ダメージだったら食べ残しで大丈夫やから。素早さのワンちゃん買ってんじゃん、これ。これ持ってくやろ。持ってかんよ。道理がない。負ける通りがね。さあ、無駄に上がりましたけど。無駄に上がったけど。うん。いや、死なせたくないな。元気のかけら。アイテム潤沢なんですけど。アイテムは潤沢。いや、潤沢ってこと潤沢でもないな。3つしかないや。3つで、かけら5個で、え?全然潤沢じゃないぞ。出口上やって。上行くか。あぶねえ、お前。戦ったやつか、びっくりした、今。あ!あった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 。もうアイテムないよな。行くぞ。7段目来ましたと。すぐ出てきて、階段!アイテムも確かに拾いたいっていう気持ちは
あるんですが、うーわ、バレた。なんかザコ来い、ザコ来い、ザコ、ザコ来い、ザコ、4倍弱点のなんかザコ来い。カメモス、うーわ、何だっけ、水と虫タイプかな、これ水虫か。こいつも威嚇持ちやんな。ほらね、水虫やんな。これ死ぬよな。ちょっと待って、これダイヤにするって言ってもダイヤ何積んだんじゃんな。いや、これさ、もう捨てるか、死に出しするか。これもワンチャン持ってて、ワンチャン、あー、まあ、無理無理やな。さあ、さあ、うん、これはしょうがない。もう死に出しするしかなかった。回復しても意味ない、こんな。え、どうしようか。水入ってるからな。スベスでも買ってるやろ。買ってるんやけど、10万で落ちるか、これ。一応こだわりハチマキの効果で。あ、抜群やん。あ、そうや、水が抜群か。うん、オッケーオッケー。なんか頭がもうぐちゃぐちゃになってた。上は取れないように。いやいや、予選とちょっと、いや、メタグロスでいっか。エアームド出てくんなよ、それだけ頼むぞ。レンパッパが、こいつ何して、攻撃技何かしてきた、こいつって。じゃあ復活させたいねんけど、させれへんねんな。もったいなすぎる、元気のかけらがこんな7階層目で使っちゃうのは。えマジもったいない。てか、えこれあれやな、エアームで積むな。エアームで出てきたらどうしたんやろ。確定、お、ナイス。確定3アンスか、ルンパパは。ダイヤの最高気にして、ちょっとこれさ、いや、まあいいか、これでいこう。なんかちょっと、あ、クロバット、クロバット、これ最近で一発落ちるやろ。耐えるかな。早いな、さすがに早いか。ちょっとこの混乱超えてくれへんかな。超えろ、超えろ。しゃあない。回復 C の黒いまなざし、何打ってくんねや。毒技打ってくるとしてもさ、まあ効かへんやん。まず攻撃技は何なの。エアカッターとかかな。耐えやがった、マジか。耐えるんか。はい、効果ない。クロマット出てきたってことは、まあちょっとあれやな、戦闘ダイヤでいっか。メジャーじゃちょっと怖いもんね。死なれたら困るしな。ただトレーナーやな、あと、あの、もうトレーナーがどうなるかっちゅう。トレーナーでボコボコにされたら、あー、やめてやめてやめて。出たもん。まあ使ってないけどね、今回。てか一回も毒くなってない。最悪や、もう横向いてましたやん。何で下向くの。出た、サイキッカーとかいう謎の職業。職業サイキッカーって何やの。ソルロック、A スーパーと地面とかかな。地震機関やろ、こいつ。米パンやな。これ抜群か。あ、抜群や。よっしゃよっしゃ。持ってくね、オッケー。よかった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 。もうちょっとトレーナーで。倒してよかった。出口上やんな。上行ったけどね、さっき俺ね。倒した、こいつ倒した。出口上か。はよ出てきて。お願いします。何でもしますから。ルンパッパ。最近で冷ますね。最近、だってあれやん。だってこれさ、米パン今一つやろ。もう最近以外ないもんね、殴る手段が。自身も入らへんやどうせ。草は、は？ダイビング？ダイビングしてきたっちゅうことは、次の攻撃上がらない、当たらないんで、こう積むか。一発積んどくか。じゃ、意味ないわ。ダイビングってこの時代あれや。
特殊や、水タイプやから。これが物理技やったらね、なんかどうにでもできたんですけどね。まあ、PP 温存するっていう名目で今打ちましたけど。ダイビング中にさ、地震って食らわんよな。食らわんよな。だって、穴を掘るとかやったら食らうらしいけど。ダイビング中に地震は食らわへんよな。打ってみよう、一回。またなんか。めんどくせえ、お前、野生のポケモンにこんな、なんか、じわ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 削られるのクソうざいわ。回復させてもらってるとはいえ、地震で仕留めるか。OK。さあ、ちょっと階段もしくはアイテム出てきてくれないと。だるいな、お前。ちょっと怖いな、そこは。ヒメリ、PP ね、回復に役立つアイテムです。大回りつくか。ちょっと迂回していくわ。うわ、横向くな、横向くんじゃねえ、お前。うわー、なんかおる。多分この2体か、残りは。お、あった、行くぞ、行くぞ、行くぞ。よーし。クリアタイム26分ですね。意外と、早めに来れたね。うん、だって、まあ、ボンバンダー死んじゃったけど、回復1個も使わずに、登り詰めることができました。いけるな。このペースでやっていくわ。は？何これ？何これ？何これ？ああ、これあれか。預けなあかんのか。何捨てるこれ？何捨てたらいい？塊もったいないよね。クリティカッター。ため残し。ももいらんか。オッケー、これでいこう。めんどくさいね、この作業マジで。お前自動で。オートでやれよ、オートで。オッケー。オッケー。いやー、次回3周目ですけど、まだ3周目やからね、ほんとに。もう俺、どんだけ、金人代クリアするまで、どんだけやり直したと思ってんの、もうこれ。まあ、そんぐらい苦行がまだまだね、待ってるっちゅうことですけど、まあ、このね、バトルピラミッドシリーズ、バトルピラミッド100段制覇するっていう企画も他のポケモンと並行してやっていこうと思うんで、応援よろしくお願いいたします。以上、ケツダシロウでした。